今橋と旧大原家住宅旧大原家住宅は岡山県倉敷市にある歴史的建造物国の重要文化財に指定されている天領だった倉敷では旧来コロクと呼ばれる世襲の勢力が栄えていたが新田、塩田開発と倉敷川の水運の利を活かして新六という商人の信仰勢力が台頭してきたその中でもこの大原家と大橋家が 筆頭格であった。大原家は、面中外商人として、大いに発展した。母屋は、江戸時代後期の建築と推定されている。大原家は、倉敷川の終点に位置し、貸しの両側に店舗と蔵を構えた。1889年、大原光志郎は、倉敷貿石の設立に参加した。これらを、さらに発展させたのが、大原孫三郎である。この時大原家は、 財閥とも言える発展を遂げた。そこで得た富で、息子の総一郎と共に、倉房中央病院や大原美術館など数々の施設を造営した。旧大原家住宅は1971年3月11日に、母屋を、はじめ10棟が国の重要文化財に指定された。1982年には土地が重要文化財に追加指定されている。 重要文化財指定後も居住用に使われていたため、建物内部は非公開であったが、2018年4月にカタライザ大原本邸として一般公開されるようになった。倉敷美館地区内、倉敷川に面して立つ。倉敷川に架かる今橋を渡った対岸は大原美術館である。宅地は南側、東と北が道に面し、敷地南東隅に母屋が立つ。 母屋に接して内倉とリザ式があり、敷地北側は路地に面して5棟の倉が立ち並び、独特の景観を形作っている。他に北倉の南に水のエネソーと西倉が立つ。母屋は1階の格子や2階の窓のデザインに特色があり、それぞれ倉敷格子、倉敷窓と呼ばれている。以下の建物10棟と宅地が重要文化財に指定されている。 郵便番号710-0046岡山県倉敷市中央一丁目2番1号。ご挨拶おも屋の屋根形式は入りもや作りとされているが、厳密には切妻作り屋根の妻側にひさしをつけたきじりもや作りである。正面から見ると入りもや作りに見えるが、側面から見ると1階部分の壁とひさしより上の妻部分の壁とには前後関係がなく、同一平面にあることがわかる。 ありがとうございます。